マジで最悪なことが起きてしまいました。こんばんは、金木です。今日は皆さんに今どういう状況なのか、なぜこのようなタイトルだったりサムネイルになっているか、一から説明させていただきます。つい最近のライブ配信で僕は皆さんにある報告をしました。もうね、その動画は消しちゃったので、何のことかわからない方のために説明すると、とある心霊スポット YouTuber からコラボ依頼がありまして、その方は僕より登録者が何倍も上の方で、本当に僕よりね、YouTube 歴も長いし、先輩だし、尊敬をしている方であったんですけど、まあその方からコラボ依頼があって、めちゃくちゃ僕は嬉しかったんですよ。はい。本当に楽しみにしてて。で、それがまあドタキャンという形でなくなっちゃったんですね。で、ここまでだったら別に普通じゃないですか。まあ相手の都合もあるし、縁がなかったということで、はい。それで終わりたかったんですけど、僕ってまあこういう心霊界隈で活動してるから、いろんな YouTuber さんと仲が良かったりもするんですよ、実は。はい。僕が仲良い YouTuber さんで誰かって皆さん想像されると、ブルーシーさんがね、一番に思いつくと思うんですけど、たくさんコラボさせてもらってるんで、それは当たり前なんですけど、まあ事務所にいたこともあって、ちょっとね、心霊界隈の方々と知り合いというか仲良くさせてもらってる縁もあって、で、まあその心霊スポット YouTuber さんからまあドタキャンがあって、ちょっと落ち込んでたんですよ。ドタキャンの連絡をもらった日に、まあたまたま違う心霊界隈の YouTuber さんと連絡を取り合ってたんですよ。その人にはもともとこの方からコラボ依頼あったんですよ。めちゃくちゃ嬉しいですみたいな。まあちょっとね、テンション上がっちゃって、まあそういう報告もしてあって、で、あっちからも良かったねみたいな。で、まあ流れた話をこう流れちゃったんですよみたいな話をしたら、まあその方からちょっとね、衝撃的な内容が返ってきて、あ、実は僕も金木に言ってなかったんだけど、そういうことあったよみたいな。で、その方って基本的に、例えば何月何日に心霊スポットコラボ撮影がしたいと思ったら、一人に声をかけるんじゃなくて、いろんな方に声をかけて、まあその中で一番登録者が多い人とコラボするみたいな、そういう話をもらったんですよ。で、僕はその話を聞いた時に、ちょっと、ん?って思ったんですよね。はい。僕はその方からコラボ依頼があったから、その日はね、予定があったけど、まあその予定をね、なくして、まあ、ちゃんとね、時間を空けていたんですけど、まあ、少しひどい仕打ちを受けたかなって思ってて、連絡を取り合わせたら、心霊 YouTuber さんも、それに対してなんか結構怒ってたんですよ。まさか金木くんも同じ目に遭うとは思ってなかったみたいな。で、その心霊スポット YouTuber さんって、結構それが多いらしくて、まあ、心霊界隈だと、まあ、それが有名な話だったらしいんですよ。まあ、知る人ぞ知るじゃないですけど、で、その方も、まさかね、またそういうことをしてるとは思ってなくて、最初の連絡をね、僕が報告したときは、それを伝えなかったって感じで、はい。で、僕はね、思ったんですよ。とりあえず、その方の実名は公開しようかなと。なんで公開するかというと、まあ僕の動画ってやっぱ、いろんな心霊 YouTuber さんだったり、心霊関係者の方が見てるんですよ。その方は、あまりにもドタキャン率が高いと、もうね、多分8、9割ぐらい高いんじゃないかと、その方はおっしゃってて、で、僕も、まあ、その方だけがね、最初言ってたから、まあ、本当か分かんないじゃないですか。その方もね、嘘をついてるか分かんないし、直接本人にね、聞いたわけでもないので、で、ちょっと兼木いろいろ調べまして、いろんな心霊会話のね、方々と連絡を取り合ったら、まあ、その方はそういう人だよっていう。ドタキャンする人だよっていう。で、最終的に本人にも来ました。ドタキャンをする人だよって。僕はそういう人だよみたいな、開き直りがね、返ってきました。で、まあ、とりあえずなんですけど、その方とのね、連絡のやりとりを皆さんに聞いてもらおうかなって思います。はい。そっちの方がね、皆さんもね、どういうことがあったかってね、わかりやすいと思うので、ちょっと聞いてみてください。どうぞ。あ、もしもし、お疲れ様です。もしもし、お疲れ。どうされましたか？そういえばさ、この間の件なんだけどさ、はい。まあ一緒に新スポ行くって話してたと思うんだけど、はい。ちょっと他の人と YouTuber と行くことになっちゃって、ああ、そうなんですね。そうそうそう、なんで今回はちょっとごめんだけど、一緒にはコラボできなくなっちゃったんで。ああ、わかりました、わかりました。はい。逆にわざわざ連絡していただいてありがとうございます。まあ今度また一緒に行ければなーって思ってるから。ああ、なるほど。いつ頃とかもう予定立てちゃいますか？いや、それはちょっとまだ未定かな。わかりました。で、まあこっちの都合いい時にまた日程言うんで、はい。
その時またよろしく。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ、お疲れ。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、ありがとうございます。まあ、電話の流れ的には、まあ、ドタキャンだよ、みたいなことは言われませんでしたけど、はい、こういう感じです。はい。だから僕はね、もう実名を公開しちゃおうと思って。なんで実名を公開するかっていうと、同じような被害に遭われる方を少なくしようと思って。正直僕がドタキャンに遭ったことは事実だし、まあ、いろんな方々もね、ドタキャンをする方って言ってたんで、懲らしめるっていう言い方はちょっと大げさかもしれないですけど、ちょっとね、言った方がいいのかなって思います。はい。もう事務所にもね、所属してないし、まあ、僕は性格がね、すごくいい人間でもないので、言っちゃいたいと思います。じゃあ、言います。です。はい。この方が僕に対してドタキャンをした心霊スポット YouTuber さんです。はい。もうね、人を舐めてるんですかね。僕はね、本当に楽しみにしてました。ドタキャンは良くないです、本当に。まあ、ドタキャンの内容にもよると思うんですよ。急なお仕事が別で入っちゃったとかさ。なんかさ、そのいろんな人に声かけて、その中で一番登録者が多い人とコラボするみたいな。で、あとは脱落みたいなさ。だったら最初から言ってほしいですよね。期待しないし。僕基本的にね、期待しない人間だったんですけど、ちょっとだけ今回期待をしてしまって、はい、ちょっと傷ついたっていうだけです。で、これを見たね、心霊関係者の方々は、こういうことが実際に起こり得るっていうことを覚えておいてくれると嬉しいです。まあ、これがね、リアルなんで。まあ、こういうのも YouTube で伝えられる、まあ、ある意味面白さというか、エンタメなのかなっていうふうに僕は考えているので、正直この動画を見た方で、別にそんな暴露しなくていいじゃんって思う方も絶対いると思うし、その方のファンの方々は、え、本当にって思うと思うんですけど、これが実際に起きた出来事なんで、これはこれでいいんじゃないかなって思ってます。はい。まあ、僕がね、皆さんにお伝えしたいのは以上になります。本当にびっくりしてしまって。まあね、こういうドタキャン系ってさ、まあ全然悪くはないと思うんですよ。悪くはないけど、この事実を皆さんが知った上でその人とコラボする予定を開けるっていうのは全然ありだと思います。僕自身も、まあまたね、誘われたら、まあわざわざ予定を開けないにしても、まあコラボはね、させてもらえるんだったらお願いしますっていう感じですけど、もう僕はね、こういうことも言っちゃってるんで、もう二度とね、コラボはしてくれないと思いますけど、被害に遭われる方が一人でも少なくなることを僕は願ってます。本当にそういうふるいをかけるとか、やっぱね、いろんな人の時間を奪ってるんですよ、その人って。もう5、6人ぐらいに声かけて、で、一人しか選ばないってことは、6人に声かけたらさ、5人の時間を奪ってるわけですよ。もともと予定空いてた方ならいいと思うけど、予定を潰して、あとはわざわざ時間を空けてやってる方もいるし、本当にね、前日に言ってくるからね、びっくりしちゃったよ、僕は。なんか、金来てよくね、ドタキャンを食らうので、まあ、ある意味ね、舐められやすいというか、まあ、新参者なんでね、全然それは当然だと思うんですけど、まあ、こんなね、逆境にも負けずにね、金来は頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、長くなっちゃったけど、早速検証の方に移っていきたいと思います。今日も頑張ります。では、動画の方に移ります。動画、どうぞ。おう、来た。あ、スマか。こんばんは、スマのレイさん。お久しぶりです。少しお話ししたいことがあるんですけど、よろしいでしょうか。スマのレイさんって僕のことを裏切ってるんでしょうか。すいません、ストレートな表現をしてしまって。まず、はいかいいえ、どちらか答えを聞きたいです。よろしくお願いします。申し訳ないです。本当に失礼なお話をしてるとは思うんですけど、とある情報を得まして、もしかしたら、ふすまのれいさんが僕を裏切ってるんではないか。まあ、裏切ってないのであれば全然否定していただいて構わないので、本当に申し訳ないです。
本当にごめんなさい。じゃあ、裏切る予定はないということでよろしいですか？本当にごめんなさい。ただ真意を聞きたいだけなんです。ちゃんと教えてください。スマノレイさん、ちゃんと答えてください。ダメだ。ちょっとちゃんとお話はできませんでしたね。どうなんでしょうか、スマノレイさん。まあわからないけどね。あの感じはまあイエスとも取れるしノーとも取れるし、まあ、もう少しね落ち着いてからちゃんとお話できればなと思います。お、キッチンだ。アルジさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。アルジさんにご報告があって、今日この家に来た時、一人の霊が家の中に入ろうとしたんですけど、山の方に案内させていただきました。よろしくお願いします。家が少しだけ落ち着いてきた。本当ですか、それは良かったです。たくさん霊が家の中にいましたもんね。面倒なことだが、みんなでやれば問題ないな。そうですね、それは本当におっしゃる通りで、やっぱりちっちゃいこととか大きいことでもみんなと協力すれば解決できることなので、また一緒に頑張っていきましょう。お前が動いてくれてるのは知っている。はい、それはもちろんです。皆さんのために日々地道に努力を積み重ねてます。ありがとう。あ、いえいえ、こちらこそいつもお世話になっています。ありがとうございます。では引き続き頼むぞ。あ、アルジーさん、ありがとうございました。よかったよかった、まあ、とりあえずよかったです。皆さんにはちょっとお伝えしてなかったと思うんですけど、まあオープニングでね、ちょっと言いたいことがあったからちょっと話を忘れていたんですけど、今日この家に来る前に玄関におばあさんが立っていて、まあ明らかにね人間ではなかったので、ね、話しかけたんですけど、そしたらなんか家の中入りたいって言われたから、ちょっとそれは難しいと、だからこれちょっとお話しましょうって言ったら、なんか山の方に行きたいから一緒に来てみたいに言われて、まあとりあえず山の方一緒にね、皆さんの知ってる通りこっちの裏に山あるんで歩いてったんですけど、まあそしたら歩いてる途中で消えてったんで、まあどこかに行かれたのかなって感じで、はい、まあこういうことがあったということをね、アルジさんに今お伝えしたっていう感じです。家が少しずつ落ち着いてきたのは本当に良かったです。やっぱりね、平和が一番なので、はい、これからも頑張っていこうと思います。ん？玄関ですね。うん、誰だろう玄関。あ、これは、こんばんは、黒い方、何されてるんですか？ん？何か来る？なんだろう？あ、山野王さんか。こんばんは、山野王さん。どっかされましたか？隣の方は誰ですか？あー、隣の方は、最近遊びに来てくれる方です。とてもいい方なので、山野さん、変なことしちゃダメですよ。とてもいいですね。ん？山野さん？どういうことですか？ご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。